ちおいで。ここがお前の特等席でしょ。抱きしめてあげる。お前はほんと従順だよな。えらいえらい。ちょっと話したいことがあるんだよ。今みたいなのって俺にだけ？他のやつとかにまでそんな風に尻尾振って何でも言うこと聞いてるとかないよな。へえ、俺に抱きしめられたいんだ。そんなこと言ってるけど、俺この間見ちゃったんだよね。お前が同じクラスの野郎に肩を抱かれてるの。お前らの担任としては微笑ましく見てたけど、お前の彼氏としては嫉妬に狂いそうだった。じゃれ合ってただけ？そんな風には見えなかったけど、相手の男子はお前のこと好きそうに見えたけど、俺の勘違いかな。へえ、勘違いか。なんでそんな風に言い切れるんだよ。あいつに聞いたわけでもないんだろ。お前が勝手にあいつの気持ち決めんなよ。俺もあいつの気持ちはわからないって。それがわかるんだよ。あいつ本人に問いただしたからな。俺から話があれからちょっと来てって言ったら何も疑わずについてきてさ。まあ担任だし、ついてきて当たり前か。誰もいねえ教室で二人っきりで聞いてやったんだよ。お前の名前出してどう思ってんのか。いいんだよバレても。俺は何かあれば学校を辞める覚悟だってできてる。まああれだな、あいつは俺からの復讐が怖くて多分誰にも言わねえよ。そりゃバレるだろ。俺が思いっきりお前の名前出して二度と触るなって釘刺したくらいだし、同じクラスだから喋るくらいは許してやるけど、俺って寛容だよな。喋るくらいなら許してあげるって言ってんだからさ。はあ？俺がおかしい？そうさせたのは紛れもなくお前だと思うけど、今までは学校でお前が誰と何しようが多めに見てたけど、その度に俺の嫉妬は膨らんでた。立場上、相手も俺を知ってる奴だと下手なことは言えないしな。とにかくお前はスキンシップが多すぎる。そんなもの、女子だけにしとけ。この多感な時期の男だと、勘違いする奴も出てくるんだよ。高校生にもなればそれくらいわかるだろう。お前はすげえ可愛いから、いろんな虫がたかってきて、正直一人ずつ俺のに触んなって言って回りたいくらいなんだよ。本当、なんだろうなこれ。お前に対する好きが多すぎてやばい。もう誰の目にも触れさせたくないって思ってしまう。先生と生徒って立場めんどくせえな。本音すら隠さないといけないとかさ。怖い？この俺が？今まであんなに甘やかしてやったのに？俺のお前への愛情が重い？それ、本気で言ってる？俺の中ではまだまだ全然足りないくらいなんだけど。お前は俺との付き合いは遊びだったってことか？そういうことなの？お互いの思いが全然釣り合ってねえよな。
話してって言われてこの状況で話すバカがどこにいるんだよ。話したらお前逃げちゃうだろう。もう決めた。お前どうせ親いないんだし家に帰っても一人だろ。確か一人暮らしだったよな。今日からここに住めばいい。ちゃんと学校には通わせてやるから。休むと逆に変に怪しまれるからな。俺の目が届くとこでちゃんと俺とお前の愛の重さ釣り合いが取れるようにしてやるよ。